ライブリワン、皆さんこんにちは、ギガプロットです。かったるいことは今回ですね、クエスト今来てるイベントですね、戦いの決意、こちらのイベントの、トライ、そしてチャレンジ、こちらのクエストが追加されましたね。はい。で、闘士の資格というのは、まあ、赤属性、敵が赤属性なんで、まあ、簡単にいけるだろうなっていうのは、まあ、想定できると思うんですが、この孤高の資格の方が、まあ、団結キャラとかね、そういうのを持ってないと厳しいっていう感じではあると思うんですが、今回ですね、僕が、四部おこたろうを使ってですね、基本三色である四部おこたろうですね、有機属性なんで、ある、おこたろうを使って、このステージ3の方を、クリアしてみたいと。まあ、クリア、事前にクリアした動画はもう撮ってあるんですが、ここクリアしたんで、まあ、とりあえず、なんていうかな、おこたろう、四部おこたろうはやっぱりその、バニラとかでも多分、その、可能性、クリアできる可能性は多分あると思うんだけど、ここね。やっぱその、ネジンゴっていうか、今更そのネジンゴっていうのはなんか古臭い感じがするんですけど、とりあえずまあ、ボインゴを使ってのその手法ですよね。それで一気にこう、殲滅していくっていう、その手法はまあ、バニラアイスだと非常に強力ではあるんですが、やっぱり、バニラアイスはあの、SP スキルを使い切ってしまうと、それまでなんですよね。うん、なんで人にこう、持久戦に向いてないので、倒しきれなかったとかね。そういうのがあったら、もう、そこで、もう、ほぼ終了みたいな感じなんですけど、まあ、僕の場合はですね、一応チーム見せますが、なんだっけな。はい、このチームですね。はい、このチームで、さっきの、VS、ここの資格、チャレンジの方を、クリアしてきました。はい。ということで、まあ、チャカがね、リーダーになってるっていう時点で、まあ、まあ、ボインゴを使うっていうのは想定できると思うんですけども、はい、とりあえずこのチームで、クリアしましたんで、その動画をね、ちょっと、まあ、参考になるかどうか、まあ、わかんないですけど、まあ、とりあえず、ご覧いただければと思います。さあプラスさあプラスさあプラスやるぞだぜ早く君にはもう興味はないファイターダストああ戻れたぞ作動できたんだかったるいことは嫌いなたちだ。さあプラッシュやるさあプラッシュザンワッこのままぶち壊させてもらおうぜうわぁ絶対に取れパワーを吸い取る鎧やるさあプラッシュは動き出すスタープラッシュザ・ワールドやれやれオラこのままぶち壊させてもらうぜ
する。やっかれやっかれスタープラチナおろ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 時は動きますスタープラチナザ・ワールドスタープラチナおるやっかれやっかれ立つさあプラスルさあプラスルスタープラチナ、ザ・ワールド。やっかれ。スタープラチナ。やっかれ。スタープラチナ、ザ・ワールド。やっかれ。スタープラチナ。やっかれスタープラチナスタープラチナザ・ワールドやっかれやっかれザ・ワールドやっかれスタープラスル君にはもう興味がないファイターダストキラーグあー戻れたぞ作動できたんだやっかれスタープラチナ、ザ・ワールド。やっかれ。やっかれあなた
スタープラチナ、ザッタルイコが嫌いなとき。うん、まあまあ。